ネシア We are 桜学院 My name is サラ・クラシマ My name is つぐみありとも My name is ゆずみしんたに My name is まいあそう Please stay tuned Japanese Station ですね、学校はやっぱり勉強をするということが一番大切なことだとは思うんですけど、やっぱり勉強しながらもクラスのみんなで団結して一つのことに挑戦したりとか、やっぱりそういう絆が深まったりとか、すごい勉強の次に大切なこととかいろんなことを学べる場所だなって思います。勉強だけではなく友達との友情、大切な友情を学べるところだと思います。仲間と共に勉強しながら楽しく成長できる場所だと思います。勉強も大切なんですけど、その友達との友情とかを大切にできる場所だなって思います。そうですね、このベノディックソルフェージュというのは桜学院の中にある賢くなれるシリーズという曲で、聴くだけで頭が良くなっちゃう、賢くなっちゃう曲の一つなんですけど、今回は音楽をテーマにしていて、なんか今までのは結構算数とか三角形の面積とかを求める曲だったんですけど、なんか今回は聞いただけでなんか大人の人もあそうだったんだってなんかびっくりしちゃうような知識がたくさん入ってる曲だなって私は思います。聞いたことあるけど曲名までは思い出せない曲の名前や豆知識を学べる曲です。歴史上の作曲家さんの名前から性格まで簡単に学べて賢くなれちゃう曲で、一人一人の作曲家さんによって曲の感じがガラッと変わる、とても面白い曲だと思っています。この曲を聴くだけで、この曲の中に何曲もいろんな曲が入ってるので、この曲1曲を覚えるだけでたくさんの作曲家さんとかを覚えられる曲だなって思います。私はスクールデイズという曲をおすすめしたいです。桜学院の中には合唱をする、曲中に合唱をする曲があって、このスクールデイズもその一つなんですけど、やっぱりアイドルさんの中で曲中に合唱するアイドルグループさんなんてなかなかいないと思うし、桜学院にとってこの曲はなんか効果のような存在で、なんかいろんな歌詞にたくさんの思いが込められているので、ぜひ聴いていただきたいです。私は夢に向かってをおすすめします。桜学院の中で一番最初の曲で先輩方の思いがたくさん詰まっている曲だからです。私は負けるな青春膝小僧をおすすめします。この曲は桜学院の成長期限定ユニットならではの歌詞やダンスの振りなど、たくさん楽しめるポイントがたくさんあって大好きです。私はフライアウェイという曲をおすすめします。フライアウェイはなんかその私たちが転入してきた時とかの気持ちがそのまま歌詞に入っていたりするので、そこがすごい桜学院ってこういうところなんだとか、そういうのが分かる曲だなって思うからです。私は意地という曲なんですけど、この曲は私が転入してきた年に夏に初めて披露させていただいたんですけど、その時にちょっとダンスの一部分がすごく先生に褒めていただいて、もうなんかそれがすごく嬉しくて、もうそこばっかりなんかレッスンでもう何回も練習した思い出があるので、一番この曲は思い出に残っています。私はスクールデイズが一番思い出に残っています。スクールデイズの振りの一部でブドップモーションの振りがあるんですけど、そこはやっていてとても楽しいので、受験生にもたくさん見てもらいたいです。私はフレンズです。私自身初めてだった転入式でも踊ったし、このフレンズの中の歌詞には私もすごく共感できる部分がたくさんあって本当に大好きです。私はマシュマロ色の君とという曲です。そこのマシュマロ色の君との振りの中で こうやってなんか上に投げる振りがあるんですけど、それを毎年何を投げるか決めていて、今年はね羽を投げるっていう風にしていて、その時になんかみんなで心が一つになってる感じがしてとっても楽しいので大好きです。
そうですね、ロガールでは私たちはやっぱり学校生活のことだったりとか、あとは桜学院内で起こったことを右京さんになんか楽しく聞いていただけるように話しているんですが、なんか私たちが話している中でもなんかメンバー内の知らなかったこととかが聞けることがあるので、私たちもすごく楽しみながら番組をやらせていただいています。普段最近あったことや成長できたことなどを圭さんに話しています。最近あった話題になったこととか、桜学院内で最近流行っていることなどを楽しく圭さんに伝えてます。はい、授業をやるんですけど、その中でなんかクイズとかが出て、それをどんどん解いていくうちに学べたりするところ でたまにみんながすごい面白い回答をして、珍回答を連発するんですよ。最近はなんか岡崎桃子さんが出した精神純一っていうのがすごい今なんか人気です。私は将来女優さんになりたいと思っているので、やっぱり桜学院をしながらもやっぱりメンバーからちょっとお芝居のいいところをちょっと盗んで、ちょっと今も夢に向かって頑張ろうと思っています。やっぱり私は多彩なたくさんの役ができる女優さんになりたいと思っているので、私は3月に卒業するので、しっかり卒業してからも夢に向かって頑張っていきたいなと思っています。私は外国の方とか言葉は通じなくても心はつながれるスーパーレディになりたいです。私は卒業生の三好彩香さんにすごく憧れていて、女優さんからモデルさんまで何でもできちゃうスーパーレディになりたいです。私は女優を目指しているので、見ている人を笑顔にしたり感動でしたり、すごい演技ができる女優さんになりたいです。桜学院には部活動というちょっと少人数でやってるグループもあるんですけど、そこに科学究明機構ロジカというグループがあるんですよ。それを先ほど前が言ってた岡崎桃子というメンバーがロジカをずっとロガチって言ってたのがすごく私はすごい面白かったなって思います。そう、私は夏に出た東京アイドルフェスティバルのスカイステージでメッセージという曲をやったんですけど、それでたくさんの父兄さんが旗を振ってくださって、ピンクの海でとても綺麗だったのが印象的です。私はあるレッスンの日に、この生徒会長の倉島沙羅さんが山出愛子さんが小豚たぬき一年ね小豚って歌ってたんですよ。この歌を歌ってて、でふって気づいて、沙羅ちゃんがこの歌ってつながってるんだっていうのを初めて知ったっていう面白いエピソードがあって、私はそれがすごく面白かったなって思います。私はなんか面白かったっていうか、なんか楽しかったことなんですけど、なんか去年の卒業式の時に2015年度の卒業式の時に一番最後の曲でポーンってなんかすごいキラキラなんかポーンって出るんですよ。でもなんかすごい踊りとかに集中しすぎてそれを本気で忘れてて、でなんかすっごいびっくりしてうわーってなったのがすごい楽しかったね。はい、私は今年の5月に転入式で生徒会長に任命していただいてから、なんか本当に時間が経つのが今までよりも本当に早くて、もうすぐあと3ヶ月ほどで卒業になってしまうのがすごいびっくりするんですけど、なんかやっぱりライブをするたびになんかすごいいい思い出がたくさんあって、なんかみんなで話し合いしたこととか今振り返ってみるとすごいやってきてよかったなって思う1年でした。私は最初の方は全然ダンスも取れなくてたくさん怒られて嫌になることもあったけど、12人でライブを乗り越えていくうちに一つになっている気がして、桜学院が大好きになりました。私は転入してできなかったことができたりするとすごく嬉しくて、もっともっと頑張ろうって思ったことがたくさんあって、本当にいっぱい成長できたなって思います。で、来年はお手本になるぐらいにまで頑張りたいと思います。はい、今年は本当にたくさんいろんなことがあって全部楽しかったんですけど、その中でも私は特に
舞台をやらせていただいたんですよ。この桜学院初の舞台をやらせていただいたんですけど、それで私はさっきも言ったんですけど女優さんを目指しているので、今回本当にこの舞台というものをやらせていただいて、とってもいい経験になったなと思いました。なんか私はなんか日本だけじゃなくてインドネシアの方にもそのファンがいてくださるっていうことがなんかすごい嬉しいので、なんかやっぱり遠くにいてもしっかり桜学院の良さとか曲のことをしっかり届けられるように、このあと私がいる3ヶ月も精一杯頑張って成長していけるように頑張るので、ぜひ見守っていてください。よろしくお願いします。桜学院は成長期限定ユニットで、成長期ならではの成長が見られるユニットだと思うので、ぜひ日本に来ていただいてライブ見に来てください。はい、桜学院は成長期限定ユニットなので、まだまだこれからどんどん成長していくので応援よろしくお願いします。私もこれからまだまだ成長していくので、これから見守っていただければなと思います。ありがとうございました。